新潟の皆さん、サポーターの皆さん、アルビレックス新潟の酒井大輔です。今度の日曜日4月22日は J2 リーグ大宮アルディージャ戦を殿下ビッグスワンスタジアムで開催します。大宮戦は、今3連敗しているので、しっかり、一つ何かきっかけがつかめればここから連勝していけると思うので、まあ、必ず大宮戦は勝ちたいと思います。熱いプレーを、そして僕はチームにリズムを与えれるように、パスで貢献したいと思います。新潟も暖かくなってきましたが、僕たちは心を込めてプレーし、もっともっと新潟を熱くさせたいと思います。キックオフは午後1時スタジアムで、僕たちと一緒に戦いましょう。ご来場をお待ちしています。今度こそ勝ってみんなで万歳したいですし、僕もホームで初めて勝ちたいです。応援よろしくお願いします。愛してる新潟